呪力、呪いとは感情から生まれる。そして感情には抱いたものの記憶が宿る。それがここを支配する最も重要な原則。これからあなたが体験するのは、いつかどこかの誰かの記憶。花や木が泣いている。マヒト、私は今戦いを楽しんでいます。大丈夫かブラザー。もう満タイ、行くか。俺を楽しませろ。邪魔だ。行くか。俺を楽しませろ。まとめてかかってこい。終わりだ。そこです。そろそろ仕留めきれねえ。だが頭を潰せばゲームいける。いつでもいけるぞ。クナの受肉を発端とした動乱の中にあります。故にこの場所にもスクナの器にまつわる記憶が多く集まる。そしてあまたの記憶が混ざり合うことで、存在しないはずだった記憶が生まれる。急いでください、イタドリ君。任務に遅れたら先生に怒られますよ。福岡のやつは几帳面だな。約束の時間までまだ余裕あるのに。こいつらしつこいわね。数が多すぎるわよ。甘く見られたものだな。伏黒君、我々の役割は分かっていますよ。僕が吹き飛ばして全て解決だったらよかったんだけどね。手順書に選ばれたこと。ここは幻影の呪霊の聖徳領域、あまたの記憶が集積される場所。まずはスクナの器にまつわる記憶を収集するといいでしょう。そうすればいつかあなたがここへ来た理由も見えてくる。記憶は時に物語であり、あなたに牙を剥く敵でもある。記憶の収集は容易ではないでしょう。恐れる必要はありません。あなたには戦うための力が与えられている。あなたが呼びかければ彼らは答えてくれる。呪力から記憶を読み取り再現することで、術師や呪霊の幻を刺激する術式、名をファントムパレード。
場で後悔はしたくない。少しでも多くの善にかけられるわ。邪魔、勝つぞ。おはよう。今の君はどっちなのかな。ほん五条集中拘束してるから無理に動かない方がいい。それにね、人の君の百葉箱空っぽ。マジでウケるね。ぶん殴りますよ。そんなところに特急。今度マジでな。ユージ興味ねえし。お前のだから興味ねえって。男はなカッコつけて死にてんだよ。つうか僕うるせえな。うん、お前は強いから手の届く範囲でいい。とにかく一人でも多く助け。じいちゃん。はい、ナースステーションです。虎杖さん。じいちゃん。虎杖勇士だな。誰。呪術高専の伏黒だ。悪いがあまり時間がない。呪物。この箱だ。持ってるだ。ああはいはい。俺は別にいいけどさ、おかけんの先輩らが日本国内のなお。お前が特に学校や病院にはだから多くの学より邪悪な事物を置くことで年月とともにお前が持っているのはと。いやだから俺は別にいいんだけどさ、中身もから俺が追ってきたのは箱にこびりついだから。おかけんの先輩が持ってるって。確か今晩やばいなんてもん。そいつお札ってそんな呪力のないにでもな。お前はここにいろ。待てよ、俺も行く。ここにいろ。絶対負けねえ。よし、やるか。相手してやる。次行くぞ。行くか。やるか。行くわよ。どけ。へ。終わった。もっと強くな。
ちじゃん。ここでは編成が行います。スクナは全部食ってやる。スクナは全部食ってやる。あとは知らん。邪魔、勝つぞ。あいつに言われた通り、そうだな。死の、そんな感じは全然。じいちゃんの死と、お前は強い。呪いの数が増えてきたな。見つけた、あの二人が。二人ごと呪物を取り込むつもりか。短気で頑固者、見舞いなんて俺以外気やし。じいちゃんは正しく死ねたと思うよ。うわあ、いたぞい。窓か、先輩を放す。やれ玉剣。なんで偉そうなの？俺の式神だ。ああ、確かに。お前怖くないんだな。いや、まあ怖かったんだけどさ。だったら、まあ先輩たちは。ああ、食ってどうすんだ。バカ言うな。はい。まだいた。シグロ、いいから
ねえ。行くか。行くぞ。相手してやる。どけ。行くか。行くぞ。行くわよ。次行くぞ。行くか。やるか。相手してやる。避けんなよ。いける。行くぞ。行くわよ。ぶっ飛ばす。めんどくさいわね。行ける。行くぞ。相手してやる。行くぞ。極拳拳に乗せろ。避けんなよ。よし、行くわよ。このまま、このまま行くぞ。数例手法完成。終わった終わった。重力の命を呪いで食ってどうすんだ。だなんだ、あるじゃん全員。なんかバカやめろ。両面すくな麦指。あの呪霊を一撃で。肉などつまらん。特級呪物が受肉しやがった。ほう、いい時代になったもの。暴殺だ。え、誰だか知らねえけど、人の体で何。お前なんだよ。いや、俺の体だし。抑え込まれるな。伏黒、これってどういう。動くな。お前はもう人間じゃない。呪いとして払う。んじゃ行きましょっか。呪いとして。いや、なんともねえって。それより今喋ってんのが呪物か虎杖かもこっちは分かんねえんだよ。今どういう状況。工場さん来る気なかったんだけどさ、さすがに特急呪観光がてら長谷さんじたっては。マジマジ。体に異常は。別に。スクナと変われるかい。スクナ、君が食った呪いだ。ああ、うん。じゃあ10秒だ。でも大丈夫。
僕最強だから。めぐみ、これ持ってて。これは仙台名物のお菓子。この人土産買ってか。土産じゃない、僕が帰りの新幹線入れ替わった。僕のおすすめはね。先生後ろ。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。くだらんな。ちょっとヤバそうね。やるか。相手してやる。頼んだぞ、玉剣。よけんなよ。ほれ、どうした行くか。行くぞ。相手してやる。飛んでけ。面白い。ほれ、どうした。うし、やるか。行くわよ。面白い。ほら、頑張れ頑張れ。やるか。相手してやる。ぶっ飛ばす。食っていいぞ。避けんなよ。ほれ、どうした。うし、やるか。行くわよ。避けんなよ。一気に畳みかける。今がチャンスだ。いつでも行けるぞ。準備万端。こっからよ。軽点剣オロチ。行け。行くぞ。分かってる。面白い。友なり。どうした、終わりか。ふう、終わった終わった。まったく。どうという話。ナナ、クソ、まただ。お、驚いた。でもちょっと、それで済んでるのが奇跡だよ。気絶させて。これで目覚めた時、スクナに体を奪う。さて、ここでクエスチョン。仮に器だとしても、でも死なせたくありません。市場？市場です。な、てなわけで改めて、君、死刑ね。回想と展開。いやいや、頑張ったんだよ。執行猶予。そう。一から、これは君が食べた呪物と同じものだ。20? いや、見ての通り。日に日に呪いは強まってるし、現存の呪術師じゃ封印が追いついてない。そこで君だ。君が死ねば、うちの老人どもは臆病でね、今すぐ君を殺せと騒ぎ立ててる。スクナに耐えうる器なんて、今後生まれてくる保証は、どうせ殺すなら、すべ、上は了承したよ。今すぐ死ぬか。亡くなったのは？じいちゃん。でも、すまないね、そんな時に。んで、こういうさ、今回はかなり特殊なケースだけど、呪いに遭遇し、スクナの捜索をするとなれば、凄惨な現場を見ることも、まあ。スクナが、もちろん。あの指、まだあるよ。改めて見ると、気色悪いな。
さて2本目まつは確定だね。肉体の体勢だけじゃない、スクナ相手にな覚悟はできたって。全然スクナてめえ荷物も東京死ぬそんお前は東京行くぞ。東京都立呪術高等日本に2お。すげえ山ん中だ。東京も郊外はこんなもん。伏黒は術師の治療を受けて今とりあえず有事は。ええー、そしたら俺なんだ貴様が頭ではないのか。あ、てめえ愉快な体になった。貴様には借りがあるからな。小僧のか宿儺に狙われるなんて。やっぱこいつ有名。両面宿儺は腕が4本顔が2つある仮想呪術前宿儺の先生と。そうだね、力を負けちゃう勝つさ。遅いぞ悟、8分遅刻だ。おっさ攻めるほどじゃないなら攻めないでくださいよ。どうせこの人が。その子が虎杖悠仁です。君はこの呪術高専呪術をその先の呪いを学び呪いを何っていうか宿儺の指。なぜ事件事故病それが呪いそういう遺言遺言不合格だ。人形じゃなかったのか。呪骸人形だ。九死にこそ人間の。つうかそもそも家族も他人の牛だろう。気合い入れてくぞ。行くか。やるか。行くわよ。行くか。やるか。行くわよ。人を行け。避けんなよ。行くか。やるか。相手してやる。頼んだぞ。玉剣。数例情報。肩が重て。行くぞ。行くわよ。ぶっ飛ば。くらえ。行けな。やるか。相手してやる。決定拳。避けんなよ。体が重て。やるか。行くわよ。あ、飛んでけ。お前行くぞ。動けんね、俺。呪術師は常に自分の深いな死に際の心のありようを今のままだと今一度問う。気持ちが途切れた時
ああ、俺には関係ねえ。俺の、そんなのごめんだね。引き裂まで後悔はしたくない。サトル、寮を案内してやれ。合格だ。ここがユージ。おお、二三年は今でも別に少なの指はいい。いや、ぐーたらしてる俺に。確かに。ま、君が戦わないなんて。あ、試したな。そんな簡単に見つかるならとっくに。気配が大きすぎるもの。息を探すという君の中。君は器で。そんな親切か。そこはウィンウィンの関係が。ありかよ。だって賑やかな方がいいでしょ。お、伏黒、今度授業と任務で十分です。ま、いっ、森岡までですでに4時間。午後には東京か。仲間の力を理解し、まだまだ強くなって。いい感じね。好みのタイプ。強くなんなきゃ。あいつらに顔向け。余暇の過ごし方。もう二度と仲間を置き去りに。さすがに毎日バカみたいに。どれだけ強くなっても私は変わらない。鍛錬が一番。
仲間の力を。スクナは全部こいつをこなせば呪術のイロハもなんとなくつかめるんじゃないかな。いいね。スクナは全部1年がたった3人。じゃあお前ねえの。それだけマイノリティなんだよ。っていうか俺が3人目。入学はずいぶん前。お待たせ。おお、ぴったし。でも不思議、制服は希望があればいろいろいじって。え、俺そそりゃあ僕が勝手にカスタム。もういっか。気をつけろ五条先生。こういうところは本人がここがいいって。あれ食いたい。ポップちょっといいですか。自分今急いでるんで。話だけで。ちょっとあんた。私はモデルよモデル。私はいや、あのなんだこら逃げんなよ。はあれが新入生。 おーいガチガチ。そんじゃ改め釘崎野原。俺、虎杖雄二。見るからに芋臭い。絶対ガキ。伏黒めぐみ。名前だけって。私偉そうな男って無理。きっと重油まみれのカモメ。はあ。人の顔見てため息。これからどっか行くんですか。せっかく1年が3人揃ったんだ。行くでしょう、東京観光。え、舞浜は千葉だろ。中華街だって横浜だ。横浜は東京だ。それでは行き先を発表。六本木。六本木。いますね、呪い。うそっけまあ、カット。六本木地方民をもてあそびや。近所にでかい霊園が。やっぱ墓とかって墓地そのものじゃ。ああ、ちょっと実は飲み込んだと。きっしょ、ありえない。衛生官んだと。これは同感。君たちがどこまでできるか知りたい。野原、ユージ、あれ、でも呪いは呪いでしか。君はもう半分呪いみたいなもんだ。でもまあ、呪力のコントロール。おダサ。ジュグ、トザマ、呪力のこもった。ああ、それから少なは出しちゃダメだよ。あれ、近くの人間も巻き込まれる。わかった。じゃあまあそういう。やっぱ俺も行きますよ。無理しないの。でも虎杖は要監視で。まあ今回試されてるのは。あー、たる。は？時短時短、さっさと終わらせ。ちょっと待てよ、もうちょい。はあ、今日ずっとだからモテ。なんで俺がモテ。てめえは言うほどモテ。レシート出た、呪い。さっさと片付けましょう。行くか。行くぞ。
行くわよ。ぶっ飛ばす。次行くわよ。行くぞ。相手してやる。行くぞ。極拳。逃げんなよ。終わった終わった。気を抜くなよ。君みたいに最強でも呪いの。おい、この油断するなよ。うち行くぞ。相手してやる。飛んでけ。避けんなよ。よし行くぞ。相手してやる。あ、どけ。よし、次行くか。行くぞ。相手してやる。行くぞ。極拳。飛んでけ。避けんなよ。いける。やるか。行くわよ。OK。 まだ報告がある。早く帰る。それ抜い。決まった。子供遊びで忍び。ほら、拒否られた。待って。呪霊子供。レベルといっても単純な呪力の総力。狡猾さ、命の重さをかけた。気を抜くなよ。クサクサクコンス。おっ、ゴリコース。ヒヒッ。渡す。最後に。どりゃ。イタドリ。大丈夫か。なんであんた壁から。急いで行くか。やるか。行くわよ。あ、飛んでけ。避けんなよ。よし、やるか。行くわよ。次行くわよ。やるか。相手してやる。頼んだぞ。極拳。うっ、どんだけ。避けんなよ。次行くぞ。行ける。やるか。行くわよ。ふたっ、飛んでけ。避けんなよ。行ける。いつでも行けるぞ。
備万端。こっからよ。軽提剣オルツ行け。うえ行くぞ。分かってる。ともなれ！ノバラの術式だ。私が小一の頃、東京かお人形さんみたいに可愛くて、そんな差を田舎も聞いたこと、あの村。だから言ったろ、一人は危、一人は危ないなんて言って、つうか何食って育てば素手で壁ぶち破れんのよ。鉄痕じゃ、鉄痕じゃなくても無理よ。俺もしこたま聞かれたけどさ、お前なんでって、田舎が嫌で東京に住、はあ、お金のこと気にせず上京するには、そんな理由で命かけられるわ。あの村にいたら、沙織ちゃん、私東京に来たよ。そういう意味ではあんたにありがとう。まあ理由が重く、はい、俺行ってからチャラ貸し借りな。なんだこいつ。お疲れ様、子供は送り届けたよ。ビフテキシース。どったの伏黒。別に出番。記録2010特急火葬をうち1名。時に物語であり敵であり、あなたです旅。たまには連携も意識しないとね。